ご報告があります私はですね深田恭子さんと結婚しますはいあの僕はですね不動産会社を経営しているあのシーラホールディングスの,あの杉本博之と申しますはい会長をしてるんですけれどはいあのもうずいぶん前から交際していますはい深田さんとねはい あのそうですね今,今年中にも婚姻届をね、まあ、提出しようかなって考えていますはいまあ京子になんですけど <laughs> はいあの京子って言っちゃうかもしれないんですけどごめんなさいねはいあの京子とはですねあの もう何年はいもうそれほどね交際していたということなんですけど <laughs> まああの京子と一緒にあれですねあの子供を作りたいですね作って幸せな家庭を築きたいと思っております、はい、深田恭子を幸せにしたいと思っています あの株式会社ふのあの株式会社じゃないごめんなさいあの不動産会社のね、まあ、シーラホールディングスの,あの杉本博之からでしたっていうのはねあの嘘ですよあの僕あのあの不動産会社を経営しているあのシーラホールディングスの 杉本会長でもありません <laughs> ごめんなさいね <laughs> はいあのー、びっくりしましたね新年早々ね深田恭子さんがなんか結婚するってなんかなかびっくりちょっとびっくりしましたねあの深田さん結婚しないのかなっててっきり思ってたんですけどどうやらするみたいですね <laughs> はいいやーなんかいいニュースですね新年早々ね <laughs> はい まあ、本当に深田さんにはね幸せになってほしいですねはい、まあ、深田恭子さんおめでとうございます結婚<笑><笑>まああのそうですねもう今年最初の新年最初の動画になりますねじゃあ皆さん明けましておめでとうございます今年もねかりしリゅうじんよろしくお願いしますでは失礼します